立憲民主党小西博之自民党に誘われていると主張立憲民主党の小西さんが15日にツイッターにてこのような発言をしてしまいました実は自民党に来ないかと複数の自民党幹部の方から言われていますが違憲立法を強行する政党に行くぐらいなら議員を辞職しますそもそも自民党は違憲立法以前にまとまな法律や予算で コロナ禍から国民を救うことが全くできていない。立憲民主を国民を救える政権政党にするべく頑張りますと、なんと言まして。まあ、この小西さんの主張が事実なのかどうかすら分かりませんけども、まあ、実際に自民党の幹部という方がまあ存在しているとして、まあ、このような誘いがあったのであれば、まあ、よく言ってリップサービス。 まあ現実的には小西さんがからかわれて遊ばれているだけなんじゃないかと思います。この小西さんの場合、まあ、国会においては基本的にクイズ大会を行ってばかりであり、まあ、小西さんが主張されるような、コロナ禍から国民を救いたいというですね、 動きはほとんど確認できませんので、小西さん、このような主張をされるのであれば、ぜ、ま、ひ、あ、とも主張だけではなくて、しっかりと行動に移していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。